それではこれから計算基礎学1の第14回目の授業を始めます前回の内容の復習です前回は序山の計算量の見積もりを行いましてで拡張ゆっくりと誤助法の計算量について説明しましたでその上でその第12回で説明しました、えー、中国序山法の計算量の見積もりを行いました 今回の授業は、高速乗算法についいいて説明したいと思いますでこれは唐津波の乗算アルゴリズムと呼ばれるものでしてで今回は整数の乗算アルゴリズムそれから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて説明します。それではまず唐津波の乗算アルゴリズムの整数編から入っていきます。 まず非常に単純な事例ですけれども10進2桁のの整数乗算を取り上げましょうここではその A と B という2つの十進2桁の整数が与えられているものとします。で A は10の位が A11 の位が A0A0 と A1 はともに0から9までの整数です。 で A、と B の方は10の位が B11 の位が B0B0B1 も0から9までの整数という形で与えられているものとしますでここでその A と B の乗算を考えるわけですけれどもまずあの通常の方法でその乗算を行ってみましょうと A は先ほどの定義からその10倍の A1 プラス A0 それから B は やはり先ほどの定義から10倍の b1 プラス b0 と表されますので、まあ、これをこの上の式をこう展開してこの下の式にするわけです。でそうしますと、まあ、この下の展開から100の位の値が a1b1 それから10の位の値が a1b0 プラス a0b1 そして1の位の値が a0b0 としてこう与えられることが分かります。 でここで注意していただきたいのはこの形でその乗算を行った際に1桁の整数の乗算が合計4回あわらわれるということです。で今度はその唐津波の方法で今の2つの数 A と B の乗算を行っています。その唐津波の方法の一番大きなポイントは先ほど出てきましたその1桁の整数の乗算の回数を3回に減らすということです。 いいつもやっているこの4回の乗算を3回にどうやって減らせるのかということなんですがその唐津葉の方法での乗算では次のような方法をとります。とまあ2行目の展開式に現れていますけれどもその与えられた A1A0P1B0 を使いましてまず A1B1 を計算します。それから A0B0 も計算します。 これはあの通常の上段と同じです。で、空つばの方法でのポイントはここにありますように、A1 B0 と b 0 B1 という値を先に計算しておきます。そしてこの積を取ります。で、このようにしますと、そのこの中間の項の展開式がですね、この A1B1 と。 プラス a 0 b 0プラス。まあ、a 1マイナス a 0かける b 0マイナス b 1。という形で計算できることに気づきます。で、この a 1 b 1と a 0 b 0はそれぞれ、その十の2乗の。位と、それから、まあ、一の位。で計算してきたものをそのまま使えます。このようにして。その一桁の整数の乗算を。3回に減らすことができます。まあ、結果的に。 ここの a ス a 0と b 0ス b 1を計算することで一桁の整数の加算の回数はあの若干増加しますけれども、えっと、もしこの整数の乗算にかかるコストがその加減算にかかるコストよりも著しく大きいような場合にはそのこの乗算の回数を減らした方が、まあ、全体的な計算量をより小さく抑えることができると、まあ、そういうことが こう見込めるわけです。これがあの空翼の方法による、じゃあ乗算の工夫、あの本質的なアイデアです。えー、では今度はあの話をもう少し一般的にしまして。えー、今度は十進エヌ桁のあの整数の乗算について考えてみましょう。で、え、その計算量なんですけれども。あの十進一桁のあの整数の、まあ四則演算を単位に考えることでます。で、そうしますと。 その十進へ抜けたの整数の乗算にかかる計算量は、まあ通常の方法ですと、まあラジオの n 二乗で見積もられるということが分かっています。えこれはあの第六回の多倍調整数同士の乗算の計算量の見積もりにおいて学んでいますので、必要な人は復習してください。でえっと金つばの方法では、あのこれをですね、その入力の a と b をそれぞれ えと上位位分分分のの N N 桁桁と下位2分の N 桁に分けますと、まあ、この場合ですと A をの上位2分の N 桁を A1 それから下位2分の N 桁を A0 としております。それから、えー、と B の方もですね、えー、と上位2分の N 桁を B1 下位2分の N 桁を B0 としております。でそしてでこの、まあ、A と B の積をですね その上位と下位の桁にそれぞれ分けて計算することにします。まあ詳しくはその二行目に展開している通りなんですが、まあこのようにしまして、そのえっと地震 n 桁の二個の、えー、整数の乗算を、その二分の n 桁の整数の乗算三回分にこう分けて計算をします。で、えっとこの唐津ツの方法のもう一つの特徴は、えっと今 導出しましまたその 2, 2分の n 桁の3回の乗算ですね A1-A0×B0-B1 それから A1×B1 それから A0×B0 の乗算をまたその再帰的に分割して行うことを繰り返すということです。であのこのようにそのまあ演算の対象を再帰的に分割しながら行うようなあのアルゴリズム 計算方法分割統治と言いますで、まあ、こういったその手法はです、ね、いくつかのアルゴリズムに取られておりますけれどもこの唐津波の方法もこの分割統治を行うアルゴリズムとして知られております。でそれではこの次でですねこの分割統治による唐津波の方法のアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきたいと思います。